充電器効果今でも効果の光って直接見ちゃダメなんだっけ、なんかよくよくない、ブルーライトはダメですみたいな PDR 来たの。ちょっともう待つのめんどくさい、拭き取ろう、拭き取ったらもう行けちゃいそう、はい、行けます、もうこれは行けます、私が大丈夫と言ったら大丈夫です、塗ります。行きまーし、やん、かわいい、まいちゃん飽き性、ちょっとね、まいちゃん飽き性だのとね、せっかちなんだよね、まいちゃん飽き性&せっかちだから、マジで。待つの嫌なんだよね、待つの苦手、難しいな。みんなは今日何してたの？この後は何するの？お仕事かな？みんな。待つのは人生の大損。やばい、めっちゃ言われてる。かわいい、硬化します。焼肉食べた。豚骨ラーメン食べた。みんな食事の。あっつ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 。お誕生日おめでとう。これも耐えるんだよね、耐えなきゃいけないもんね。あちち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 ちありがとう、ぺっこり。どういため、ぺっこり。ぺこり、ぺこり。元気だよ。ペコリペコリペコリ、今日ピンクメイクです、カラコンは茶色、お、できた、完成、なんか下手くそやなイエーイ、下手くそネイルです、下手くそネイルでイエーイ、なんかちょっと手だけ浮いてるけど、なんか皮膚がすごい硬くなるね、これ
気になるな。あ、消えちゃった。この暗さでもいい？みんなダメ？ダメですか？本当？大丈夫？本当に傾いちゃった。糸は自業自得。みんなは何の話しよう。でも今日2時間できないのよ。出かけるからすぐ。何話す？みんなはさ、あ、みんなありがとね。あの、会う予定作ってくれて。前すっごい楽しみにしてるよ、みんなと会えるの。10月もそうだけど、オンラインがさ、もうすぐ始まるやん。やったよね、辛抱やったね。前もみんなに会えへん、喋られないのとかさ、辛抱してたのよ。最近のコノアとのエピソード。コノア？でもね、コノアね、ほんと偉いからさ、お家の門限を守るわけよ。だから一緒にご飯に行けないわけ。そうだからご飯行きたいんだよね。ちょっと言っといてください、皆さん。この前コナンも行くってなったんだけど、なんか大丈夫でーすって言ってて、えらいマジ門限守ってるの。愛おしくなりましたもん、お家の門限を守る。大丈夫ですってまた行きましょうって言ってて、だからお昼ご飯だったらいけるのかなと思って、じゃあお昼ご飯今度誘おうかなって思ってるところなんだよね。また行きましょうって言ってて、そう結局その日はね、そう4人くらいと韓国料理屋さん食べに行ったんだけど、このままいたらよかったなって思いつつ、今度は一緒に行けたらなって思ってるって言っといて、舞が。舞が言ってたよって言っといてください。やだ、やっちゃった。やばいやばいやばい。こいしょ。こいしょ。せーの。わー！こいしょ。こいしょ。わー！大丈夫。確かに。コナーさんチャンネルね。前桜坂46さんのね、守屋麗奈さん大好きなんだ。コナーさんとまいちゃんコンビバブイ、かわいい。コナーさんほんとね、喋り方おもろいから。なので顔かわいい。いや、そんなことないですけどね。あ、キラさんかわいいですよね。リコラブさんの推しメンでも、加入前の推しメンはって感じはあったけど、今はそう、守屋麗奈さんが好きだから、守屋麗奈さんが使ってるリップを買ってっていうのをしたことね。今してる。ちょうど守屋麗奈さんとお揃いのリップつけてる。
かな。そう、森有里奈さんが本当にね、顔がドタイプすぎてすっごい好きなんですよね。ドタイプドがつくほどのタイプでドーム前にリリーベ来てもらう、やばいね。前も顔が好きで、そう、もちろんパフォとかも好きだけど、顔がちょっと可愛すぎてやばい。まいちゃんも可愛い、ありがとうございます。嬉しいな。利き手でね、利き手じゃない方でネイルするってこんなむずいんだね。ちょっと精神をかけてネイルするね。難しい。お見送り会の後ドームに直帰か。そうなんだ。マユは何度ラブソングの歌詞を読み返しただろうがめっちゃ好きです。めっちゃいい歌詞。桜坂三期さんの曲なんだけどさ、すごい心に染み入るっていうか素敵な曲なんだよね。何度ラブソングの歌詞を見返しだったろう。守り人、守り人聞こう。しっかり聞いたことないけど、すごい素敵な曲っていうのは知ってるから聞いてみよう。こういうネイルってどうやって落とすんですか？除光液ですか？除光液で落ちるよね。落ちなかったら私終わるんだけど。声来ても落ちる。あ、やった、よかった。安心チャンネルです。ゼロ落としも言ってる、よかった。やる前に確認しないと、そう、やる前に確認しないとなんだけどさ、もうそれよりもネイルしたいの方が気持ちが。アセトンフリーダメだよ。アセトンフリーって何ですか？なんだなんだ、アセトンが入っていないとっていうこと。へえ、そうなんだ。気をつけます。除光液に書いてない。アセトンってあれだよね、洗濯した時になんか落ちやすくなるみたいな、汚れがみたいな。違うっけ、忘れた。なんか醤油こぼした時につければみたいな感じだった気がする。忘れちゃったけど、前はスライムだっけな、なんかね、リタンミートソース。マジさ、なんかそういう食べ物とか落としたら歌丸お石鹸がいいと思う。あ、そうだ、レノンも確か言ってたよね。そう、レノンと私は歌丸に絶大なる信頼を置いているので、歌丸いいですよ。かなり。
できた。こっちの方がなんか薄付きで可愛くできた気がする。こっちはちょっと厚くなっちゃった。じゃーん。可愛くできた。リリーブまでに落としちゃいますよ。今日で落とすかも。明日か。うん。ただただご飯食べに行くためにしてみるかみたいな感じだったから。こっちうまくね。こっちめっちゃうまい。こっちめっちゃ分厚くなりすぎた。マジこっちお手本よ。マジこっちマジ分厚。まあいいや、固まってくれたし両方ありがとね。固まってくれて。あんま好きじゃないな。せっかくの休日は少し早く曇りみたいな。おしゃれしようってだけで女の子は可愛い。本当そうです。本当にそうだ。ただすっごいワンチャン手についてるかもしれない。大丈夫かな。1日で落とすなら大丈夫だよ、ね、多分。すっごい手についたかも。やばい、ゴロゴロやばい。そういう日もあっていいですから。じゃあちょっとメイクを足していきます。まいさんが最近チークで使っているチーク、メイクで使っているチークはこちら。じゃん。変わらずクリニークのチークだよ。ずっとそう。ずっとクリニークのチーク使ってます。これは青さんがくれたから。割とがっつりつけちゃう。そしてそうなの。ディオールのあの4種のやつのハイライトを中心らへんにポン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 。はい、私がここと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 ここに使ってるハイライトは秘密。秘密です。秘密。また時が来たら皆さんにお教えしようと思います。ということで、時が来たので説明したいと思います。私が本当に全人類におすすめしたい、このね、ほら横向いた時にこうハイライト入れた場所がキラッとするハイライト、これディオールのフォーエバークチュールルミナイザーの02番のピンクグロー。ポロポロやねんけどめちゃくちゃ良くてずっと使ってる。輝きがやばい。ちょっとみんなにちょっと見せたい。じゃあここにほっぺん、ここに
塗ってと、わかる？ねわかる？ねわかる？わかる？これ。わかる？みんな。でもこれ実際で見ると嫌なキラキラじゃないのマジでなんていうの、えちょっときらめきすぎとかじゃなくて、なんか仕込みキラキラみたいな感じなので、このハイライトはめっちゃおすすめ、そうです。はい、じゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃんって感じ。今日は全身ピンク、あここは黒で、靴も黒でピンクと黒の日です。あかんさん投げ中してありがとう。ピンクと黒って可愛くてマジで好きなんですよ。みんなもピンクと、やばピンクと黒ぜひぜひ合うからね、意外と使ってみてください。ライブメイクで意識してること、ライブメイク、あライブメイクで意識してるのはとにかく遠目で見てもなんか薄ってっていうか、なんか衣装負けしないこと、衣装がキラキラでだから衣装負けしないの、うんかなって感じ。落ちにくいリップ、え今使ってるリップしか教えられない。なんか今使ってるの、まあ、落ちにくいとは言えないけど、まあ落ちにくいっちゃ落ちにくいかも。リタッチするのにメイクのポイントなくさないようにし、あ涙袋の影はあんまり薄くされてほしくないタイプの人間かな私。それあとアイライナーも短くされたくない感じ。それ以外は全然、あチークとかもありがとうね。落ちにくいリップっていうか今使ってるのがピアロローティントフル02番フルールローってやつ、これがこれで今日使ってるだけやけど、これになんか無色のほぼないんだけど、このなんかディオールのリップ無色のリップにこのディオールのマキシマイザー使ってます。ピンクメイクはそんな感じやな。15分になったら終わります。準備します。ありがとう。あマジ、ねこれスクショスクショ舞ってメイクする方、嘘自分でめっちゃ濃いと思ってた。実家帰ってもママに濃いって言われますよ。こうやってハイライト、今さっき見えなかった人よ、ちょっと待って、で
リップグロスがこれ。あ、これはマジ見えんな。アイシャドウマジで塗らない。ラメとかもあんま塗んないけど今日は塗ってみた。これ005、うん、005だよ。005。これ割とピンクだからなんか本当にピンクメイクしましたっていう日以外あんまり使わんかも。ライトピンクだから。あ、私のパーソナルカラーはファーストがイエベ春でセカンドがブルベナッツです。イエベっぽいよね、よく言われるんだよイエベ春っぽいって言われる。同じイエベ春を、イエーイ。だからイエベ春だから髪の毛染めて本当に正解だったの。とがつくブルベナッツ、おーすげー。でもやっぱどんなねパーソナルカラーにしとらわれず、どんな髪型とか髪色とかでも全然いいと思うし、何回も言うけどね、ファッションって自己満だから。メイクも人に言われることないから大丈夫よ。やっぱりイエベもブルベも似合うかなって思ってました。ありがとうありがとう、嬉しい。あ、待って、今日の分の飲んでない。飲もう飲もうって思ってた、忘れてた。これ何の香水入ってんだろう。あ、インプか。そんな気分じゃないんだよな。そう、イエベ春はピンクが優勝すぎる。しかもコーラルピンクが大優勝だからいいよね。母におすすめされてからちゃんと毎日ハイチオール飲むようにしてて、そう送ってもらったんですよね。お金かけて診断したことないから診断行きたい。え、でも確かに診断すると確信につながるけど、やっぱ自分が好きなメイクをするのが一番だと思うから、診断するのもありだと思うし、自分が好きなメイクをやり続けるのもありだと思うし。でもマジでね、骨格診断はねびっくりする。まあ、確かに私はまあ見た通りなんかウェーブ、そうだなと思ったウェーブでした。太ももがすごいんで、太ももがもうわーうわーってなる太ももしてます。本当にうわーっていう太もも。ちいかわも思わず泣いてしまう太ももをしているので、ちいかわを泣かせない太ももに大世話なろうかなと思います。うわー、うえー、うわー、待って、まだできるわ私配信。1時間するわ、延長。目的地間違えてた。まだできました。二重の線はもうこれだけはもう前マジでおすすめしたいのがあって、めっちゃ描きやすい。なんかさ、ペンシル、なんかさ
あれよ、なんかライナー系やとさ、ぼかさなあかんっていうのとさ、濃く描きすぎたらさ、なんか線みたいな感じになるじゃん。だけどそういう時に必要なのがね、アイブロウペンシルなんですよ。アイブロウペンシルで涙袋の影をこう描くと、こうなんか自然になんか、元からありましたけどみたいな、元からあったんですけど何かみたいな線ができるんですよね。そうだから私はコンビニとかで売っているメディアの、カネボウメディアアイブロウペンシルのナチュラルブラウンってやつを使ってるんですけど、本当にこれが私の中の神コスメです。眉毛にも使えるし、涙袋にも使えるしっていう感じで神コスメとなっております。無人島にコスメ3つ何持ってくって言われたら、リップと、悩むな、リップでチークして、で涙袋とアイライナーかな。無人島人いないね、確かに人いないな、確かに人いないのにメイクする必要あるかな、確かに。なんでや、なんでメイクしてるん。アイシャドウこれいいじゃん。下の涙袋に塗ってるのはこのディオールのやつ。おすすめベイブスメイク、私さファンデーション塗んないんですよ。今日も塗ってなくて、これめっちゃみんなに言われる、ベースメイク何使ってんのって。今日もね友達に聞かれたけど、ベースメイク、ライブ以外ファンデーション使わなくて、そういう時に使ってるのがナンバーズインピュアグラスクリーントーンアップ。これ白くなります、めちゃくちゃで、昨日あげた写真で使ってたのはこれ、スキンヤッグスーパーモイスチャー UV ライトエッセンス、これ昨日使ったやつ、昨日あげてたやつの使ったのは確かこれだったに、スーピンパウダー、いつもはこの今さっき見せたナンバーズインのやつに、あれ、誰もが目を奪われてくとコラボしたあのボンジョヨのリップじゃないパウダー使ってます。これカバンの中に潜んでた、これ知ってる？時計なんだよ。だから友達がアップルウォッチつけてる横で、私はこれつけて今何時って聞いて言ったらって見せた。まあ2時間くらい遅れてるんだけど、ウィース用出る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 用書いてるけんでらりんけん、用出る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 用書いてるけんでらりんけん、ロー入れロー入れ仲間にロー入れ友達大事、よかい、おちち、かいかいきき、くきけけ、こいこい、よかい、おちち。シェーディングはしてない、今日。ドワッハッハ、テキテンテキテン、妖怪のせいなのね、そうなのね。おち、今何時？1対1。ウィス、チカパ、
ポーラバッタポーパパン。よし、じゃあモンスロポチ終わります。やばい、止まってる？みんなのコメントが止まってた。怒るよ。本日のお洋服はこちら、じゃんじゃん、ルテミューズさんのトップスです。これなんて読むの？俺の嫁、ほのか、ほのか、ありがとう、ほのか嫁。今日もかわいい。ルデミューさん最強。そうなんですよ、本当に最強すぎて。やばい、ただ今日持っていくもん厳選しよう。アイシャドウさんは手で塗れるので、で、チーク、まあここら辺ですかね。はい、厳選。はい、ということで男女読みます。もう光を消します。13位、すしーさん、ありがとう。12位、たけさん、ありがとう。11位、まあ、ありがとう。10位、ゆめたん、ゆめたんさん、ありがとう。9位、やまのか、ありがとう。8位、ちはてん、ちはてん、ありがとう。7位、だまいす、ありがとう。6位、たーくん、ありがとう。5位、たまちゃん、ありがとう。4位、まいちゃんの会、会ありがとう。3位、ともさん、ともさんありがとう、ともさん。これ、よろしくね、対面。楽しみにしてる。ありがとう。2位、高橋まいちゃんだけです。かんさん、ありがとう。かんさん、これからもまいだけだよ。ありがとう。ちゃんと見てる。1位、ほのか、ありがとう。お利口屋さんしてくれてありがとう。マイブーム。え、嬉しい。マイさんのお利口屋さんもぜひぜひしてください。してくれてるよね。ありがとう。大好きだよ。ありがとう。はい。皆さんありがとうございました。嬉しい。ありがとう。ちょ、ツインテールでもいいかもね。ツイン。ツインでも可愛くない？ありじゃね？ユザルとカラオケに入ったの？見てやる。ないよ、多分。その先は。うわっ！入ってやがる。入ってやがります。うわぁ。初恋カムバックとあれですか、高めツインが好き。難しい。マイさんの高めツイン、こっちだけで想像して。はい、こっちむずいな。
難しかった。ありがとう。高めツインなかなかしないからね。髪もうちょい伸びたらすると思うけど。髪伸びたらまたするね。みんな待ってて。ということで今日は終わります。ありがとう。バイバイ。